い、皆さん、今私三つ飴はどこにいるでしょうか。ここはね、このハイラルとハテール地方の間ぐらい、双子山の近くですね。で、ここら辺ね、裏作業で気になるところにハートを打っといたので、今回はそこを回ろうかなと思っているんですけど、ここさ、まあ道ね、道がこうパワワワワーって双子山に繋がってるところなんだけど、こんな石碑あったっけ？姫静かが飾ってあって。これはなんか、始まりの大地のところにもさ、似たようなのあったけど、ゼルダちゃんとかが置いたのかな？ブレワイにあった記憶がないんだけど、ちょっと読みたいんだけど、あ、読めるか。厄災で失われし御霊、慎んで追悼す。ゼルダ、この日を捧げる。やっぱり、ブレワイとティアキンの間の復興しようっていう最中にここに建てたのかもな。まあこれは姫静かは取らないでおこう。こっち向きなんだけど、アデヤ村跡とかがあるから村跡に向けてんのかな、向き的には。このね、クロチェリー平原とかタモコのあたりっていっぱいガーディアンいて、ここから果ての砦がすごい攻防だったんだよね。過去のリンクがここで頑張ってみたいな。でもここなんだね、石碑が立ってるのは。でね、ここら辺さ、あんまり来てなくって、ここの道ね、今は緑だいぶついてるけど、ここ歩いてなかったから、一応ここら辺にね、まあちょっと洞窟があったんだけど、ここら辺探索しに来たついでに歩いたらいろいろ見つかったんだ。このもちろんこの石碑もそうだし、あとあそこね、空島っぽい植物というかあるでしょ、この建物の名残とかね、上に立ってる。これもさ、こんなところにみたいなのがあったんですよ。あ、一旦これは削除して、ここもね、ハート打ってまして、こっから入ると、どうしたゴーレム。焚き火があって、まあ、でも、錬成ゴーレムとかかなと思ったけど、特に、あ、なんだ、ミニチャレンジか。この人がミニチャレンジか。私が託された聖なる祠への、祠の地へようこそお越しくださいました。羊ゴーレム。この聖なる祠の地が地上に落ちたことで、私の命運を尽きたかと思われましたが、空にあった祠だったってこと？幸運にも私も同じ場所に落下しましたので、今もなお務めを果たすことができます。さて、私の務めは、この地を訪れた方に聖なる祠へと導く言葉をお伝えすること。三つの祭壇、水から生まれし鍵を捧げよ。さすれば聖なる祠が現れん。三つの祭壇。ピンとくるところはないな、今。言葉に従い、三つの祭壇に鍵が捧げられたとき、あなた様の前に聖なる祠が現れるでしょう。水から生まれし鍵。空から降ってきちゃったということは、空関係ある。いや、でもここら辺はもう行ったところで、近くに祠がありそうな空島はないよね。うん、この祠も水晶を持ってこいっていうやつだから違うし。ん？どこのことっすか？聖なる祠と、水は時として姿を変えるもの？それを知れば言葉の真意にたどり着くでしょう。まあ、凍らせてとか、なんかそういうことかな。三つの祭壇？一、二、三とか。あ、氷をここにはめ込めば？あ、わかっちゃった、わかっちゃった、わーい。もうわかっちまったよ。やっぱね、頭回るわ、三つ飴。ちょっと寝起きだけど。これで、霊気の実を投げると、四角ができるじゃないですか。サイズはこれでいいのかな？あ、
大中小になってんのか、左から危険って言ってる。あ、オッケー、大は行きました。サイズそれで合ってんだ。ちょっとちっちゃい気もしたけど、下がったけど奥に何かあるの？何もないな。全部が下がったら何かが出てくるということ？出てくる場所もなさそうだけど、ちょっとずつ日に浴びて、日に浴びさせてサイズを小さくするとか、まあ厚い剣を持ってサイズ調整してって感じかな。はい、2個目。ちょっとでかいか、ちょっとでかいな。そしたらこれを持って、あー意外と早い、早いよ。こっち持って、こんぐらい、あ、まだでもでかいか。ちきった、ちきります。あ、よーしよしよしよし、多少のさっきよりも隙間の余裕ないけど、多少のサイズの大きさみたいな猶予はあるんだな。これはでも結構ちっちゃい。上に入るのかな。今一応上の様子見とくか。先にね、門みたいのがあって、まあまあなんか出てもいい場所ではあるけど、祠こっちにもあるよね。まああっていいんだけどさ。もう一個結構近場にあるな、ここら辺は。じゃあ3つ目ね。あ、そうか、ちょうど私今日をまたぐために、昼間にするために焚き木を起こしたんで、これでサイズ調整すればいいんじゃないか。調子乗るな。こんぐらい、まだでかいか。あ、うん、あ、あー、ギリでかい。おら、ちょうどいくない？オッケー、完璧。三つ目のやつが下に行って。あー、やっぱり上か。オッケー、オッケー。やっぱり祠だったか。まあ、言ってたけど、ゴーレムも聖なる祠って言ってたから、祠がありえないよな。うん、めっちゃ揺れる。こんな揺れてたか。本当は空島にあったということなのかな。まあ地上で良かったといえば良かった、逆にね。オッケー、素晴らしい、素晴らしきお手並み。あなた様は聖なる祠を見出されました。長きにわたる私くしの務めはこれにて完了と相なりました。わー、なんかすごい長い間ここで勤めてたわけだもんね。何万年という。じゃあ何を思ってこれから生きる、ゴーレムさんは。これよりはこの聖なる祠を見守り管理する、それが私の新たな務めと定められております。あ、よかった、やることあってよかったよ。なんかね、もう完了、ずーっと何万年もここで務めを果たしてきて、急にやることを失ったらさ、まあ、ゴーレムにね、その気持ちがあるかわかんないけど、生きる意味、これから私どうしよう、燃え尽き症候群みたいになっちゃうんじゃないかって。いらぬ心配をしてるけど、女知私有の祠。まあ、これは、あれでしょう、祝福でしょう。いきます。ラウルの祝福。ダイヤ、ダイヤ、ダイヤ、ダイヤ。大容量バッテリー、台だけ聞いちゃったかもな、もしかしたら。台だけ聞こえちゃったのかも、ラウルさんに。てってくてテン。オッケー。よしと。ああ、地下でも一応見つけてって。あなたは見つけてたのか、気がつかなかったけどね、祠があるって。いや、道歩いてよかった。じゃあね、また近くに気になるところがありまして、双子山のところなんだよね。この崖は怪しいと言うとりますが、そう、あのね、冒険手帳にラムダの財宝、双子の古文書だね、これだ。西ハテールに並び立つ双子、向かい合わせに兄弟岩屋あり、弟の印を兄で示せば宝箱への扉開かれん。まあね、明らかに双子って言ってますから、ここら辺のことだろうなとは思ってたんだけど、あの桜のね、
主にリンゴあげて洞窟の光出してもらったらここら辺から出てったのよ。でハート打ってて両側にあるんだけど登るか。どっちが弟でどっちが兄かにもよるよね。さっきの古文書的には弟を先に入って兄で示せばいいんだっけ。そう、弟の印を兄で示せばって書いてあるから弟の方を先に見たいんじゃないかと思うんだよな。完全にせっかち出てる。完全にせっかち出た。クソ、どこまで登ればいいんだっけ。ちょっと待って、ここまで登ったのにこっから飛ぶわ。ここは違う。ゼルダちゃんが、偽ゼルダちゃんが捕まってたところだな。穴どっかにあるけ。上から今来た。あ、ここだ。ここ、ここ。ここに洞窟がある。この入り口までね、一回来て帰ったんだけど、あと、こっから見て、あそこかな？あっちにも入り口があるんね。こっちが弟であれ。発見。双子山南の洞窟。ラムダの印はあるな。はい。なんか印があるんでしょう。行ってみたらわかるよね。オッケー。で、これ壊しといて片手間に。奥進みまーす。あっと！迷いか。びっくりした。びっくりしたと。失礼しまーす。だらららららん。じゃあこっちじゃないのか。他に進める場所。上か。上に行きます。なんかさ、ブレワイの時も、普通に洞窟じゃなくて祠だったけど、対になる祠だったよね、ブレワイの時も。ちょっと乗んないで。あ、なんか、パズルみたいのがある。ね、ブレワイの時も、兄に書いてある方を弟でやって、弟に書いてあるのを兄でやってみたいな、そういう対の、祠があったと思うんだけど、なんかが出てきそう。あれ、こっちが兄か？岩。スイッチを押せっていうこと。本当は正しいスイッチを押せばいいのかもしれない。まあ、一応覚えとくか。奥と左、真ん中。うん。ちょっとじゃあ、ここにワープマーカー仕掛けて、すぐ飛んでこられるようにしよう。したら、そこのちょい下。ちょい下、ここあるね、オッケー。あらら、敵だ、敵がいらっしゃる。ブオー、敵襲。よし。発見。双子山北の洞窟。フラブリンがお肉食べてます。あ！ある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 。じゃあ、写真撮るか、どっちから見た？まあ、ああ、いいかも。先端にさっき多分置かれてたよね。だから、ちょっと、上見てるところに顔出さないでくれないか？まあ、写真撮っとくか。記憶に頼ろうか思ったけども。左端。二番目真ん中。右。右三個。まあ、見なくても、もう覚えましたけどね。それで迷いもどっかにいるはず。忘れないようにやっとかないとな。オッケー。そしたら、ここに飛ぼう。私の記憶があるうちに。いや、見ません。こっからノーカットで私がちゃんと覚えてたことを証明してあげましょう。あ、っていうことはこのロード中も喋んなきゃいけないのか。困ったな。あー、困った。早く着いて。よし。よし。よし。で、三角形になっている。この鏡状にやればいいのかな。上に書いてあったのが左に書いてあったら、そのまま左に置けばいい？だっけ？ちょっとまあできなかったら逆に置けばいいから。こう、逆な気がすんな。
こう4個行ってたから、あれ？先端がなかったんだっけ？こう、こう、賢者たち。ああ、オッケー。さすが。でれでれでれでん。あ、気が、ちょっとなんか賢者たちが目に入って気が散ったけど、できました。もしできなかったら賢者たちのせいにしようとしてるのが透けて見えた、もしかして。じゃあ取りましょう。いただきます。あ、オッケー。チンクルの服、チンクルの服がこれで揃ったな、全部。オッケー。時計持ってて、セット順で頭と足はね、手に入れてたからこうだ。いいね。いいか？いいのか？いいのかはちょっとわからないけど、OK。で、夜間。ああ、夜間移動スピードアップか、これも。まあ、2段階上げたら何がつくかわからないけど、夜間スピードアップ系統の服は結構あるもんね。伊賀団もだし、シーカー族もだし。なかなかまだ使いどころがなさそうだけど。ちなみにあとファントムは頭だけが残ってて、それぐらいか？取ってないのといえば、どうかな？僕は妖精になれたでしょうか？妖精として生きていこう。なんで夜間スピードアップなんだろう。夜。はい、はい。ってことで、ここのハートももう良くなったね。スタンプを削除。あとここか。ここも行こう。やってまいりました。ここはな、ここもラムダだったっけ？ビトオダニの洞窟ね。だったら、もうね、あっちのファントムも揃うってことかな。忘れちゃったんだよね。なんでハート、なんでハート打ったかを忘れちゃった。あ、ホコラチャレンジだったかも。もしかしたら。あ、そうだそうだ、思い出した。じゃじゃーん。めちゃくちゃ広いところがあって、謎の人工的な丸があるんですよ。これも怪しすぎるじゃん。風とかかな。で、本もあってさ、これは読んでないまだ。調べてみます。古ぼけたノート。ラ・タームではなかったな。古ぼけたノートを読みますか。読んでみる。この洞窟には太古に栄えたゾナウ文明にまつわる言い伝えがある。翼を得しゾナウの槍、在座より当時、共にし輪を貫くとき、浜の光与えられん。まあ、あそこにある槍を飛ばせばいいんだ、あの円に。じゃあギア？翼をつければいいのかな、スクラビルドで。言い伝えに従い、俺は何度も槍を投げたが、輪まで届くことは一度もなかった。まあね、いや、競技で槍投げみたいのやってる人はできんのかな。常人には厳しいだろうな。投げやりになった俺は、おお、ちょっとダジャレ来た。この地を離れることにする。投げやり、投げるやり、とかけまして。これを見た者が言い伝えの謎を解き、浜の光とやらを得ることを願っている。やり投げの言い伝え。やり投げと投げやり。これと交換して、取って、お、ほんとだ。ああ、こっから投げてくださいって光ったね。あ、ここに乗ったら輪が光るんだ。思ったんだよ、さっき。光ってないけどなって。で、じゃあ、あ、ギアどっかに落ちてないか？はてなが出てる。翼のギアはないのか？ケチが出たんだけど。使うならどっかに落ちてるだろうって。まあ、でも48個あるからいいか。じゃあこれ出して、スクラビルと、槍。先端に翼ついてんだけど、これって飛ぶのかい？真ん中ら辺に翼つけたかったな、先端じゃなくて。はい！お、いった！ちょっと低かったかなって、心配になったけど。一発でいけました！イエーイ！スキップしちゃおう、さっき見たし。オッケー！やった！完璧。じゃあこれも祝福か。
ウトジシの祠。意外とね、まだ見つけられてない祠ってあるんだよね、全然。パッと見やっぱ地上に光が出てれば、あ、見つけたと思って行くんだけど。ね、こういう中に隠されてると、わからないからな。ラウルの祝福。翼くれたりする、もしかして。はい、ゾナオエネルギーでした。使った分お返ししますっていう形かと思ったけど、そうでもなかった。パカパパーン。何？迷いを探そうと思ったら敵がいっぱいいる。無視でいい、無視でいい。もうあと必要なのは迷いだけだもんな。うお、あ、めっちゃ奥にいた。で、上に行ってくださいみたいな柱もあるな。こっからじゃあ外に出ようか。はい。あともう一つこのエリアでハート折ってるところあるから、そこも行こう。夜になっちゃったー。じゃ、これは、よくて、白状。コルテンさんがいる。あ、この前見た地上絵か、あれ。夜でもめちゃくちゃ見えるね。逆に見えるかも、夜の方が。で、ここですね。フィローネーの海の方の、ここ。ワープするー。はい、海岸に飛んできましたー。おお、びっくりした。そうそう。ここからもさ、洞窟の光が出てたんだけど、全然どこかわからんくてさ。そしたら、上から、このね、岩があるんだけど、屋根みたいに岩がなってて、あ、キス、いっぱい。天井に穴が開いてましたっていうことだね。キース倒したいけど、いっか。あれ？全然上に行けないんだけど。高すぎ？天井。あれ？この上か。あれ？行けない。ホラブリンがいるのは分かったけど。あらあらあら、全然無理だ。なんだこりゃ。なんでこんな高い位置に作って、もう、大変だな。あ、これ穴の中かな、ちょっと怪しいか。うわ、ダメじゃん。ダメだ。浮遊石使うか。しゃあない。ケチだが、浮遊石使ってやるよ。これやって、高さ出して、こうよ。ここまで高さがあれば、いくらなんでもいけるでしょ。ここ穴と繋がってなかったら、悲しいけど。すぐ出る？わ、天井まで抜けてるー。ここだったな。ここも怪しいか、ちょっと。すぐ出ろ。あ、出た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 。うん。あ、あるな、ラムダが。オッケー。発見。アファー海岸の天井グッズ。グッズ？靴？夜光石がいっぱい繋がってる。あるけど、まずはラムダ探そうかな。あっちだ。はい、はい。やった、ダイヤモンドだ。いっぱいあってありがとう。じゃあ最後の服かもしれない、ラムダも。いただきます。パカパパーン！ファントムの兜。よっしゃ。え、マジで私服もちゃんと全部揃えられたんじゃない？頭、いいね。ピンクに光っていて。こうよ。肩幅すごいけど。で、これなんかね、背中が編集してて思ったんだけど、ちょっと全部外してみるわ。見てー。ちゃんと光ってた。もうさ、服の説明で、勇者ですら恐れた甲冑の魔物が存在した。その魔物がまとっていたと伝えられる不気味な兜って書いてあるけど、明らかこれさ、魔物の紋章じゃないじゃん。
ねえ、だからまあそこからもわかるね。ああ、もう敵と戦ってる。敵と戦ってる。ちょっとゆっくり見させてくれ。みんな戦っといてくれ。あのね、前にどっちか手に入れた時に、大地の汽笛で、まあネタバレなんですけど、なんか、まあ、なんやかんやあって、ゼルダちゃんが入っちゃった魔物みたいなこと言ったけど、ねえ、王家の紋章ついちゃってるもの。こりゃ、味方側の魔物ですよね。魔物っつうかまあ、って感じだけど。うん。はい、ハイラルの紋章がついておりました。可愛く、ピンクにね。あ、うん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 。あ、ゲロゲロゲーもここにいた。オッケー。ふう、ミニチャレンジのところにはラムダはもうなくなったね。まあ、世界広しなので、普通にミニチャレンジを受けられてないだけの可能性もあるから何とも言えないんだけど。ただまあ、シリーズでありそうなものが揃ってないみたいなのがもうないもんな。ここら辺は頭だけ。3、3、3。うん。全部揃ってるんじゃないか？ちょっと見逃してたら申し訳ないけど、ラムダも多分制覇しました。イエーイ。まだちょっと地下にある地下のこのバツ印とか、地下はねまだ全然行けてないところもあるので、そっちでおそらく手に入るようなこういう勇者の服系はまだ揃ってないのも、どれだ揃ってないのって。あ、この対空の勇者のズボン、スカオの勇者かなが足だけしかないから、このシリーズはまだ揃ってないけど、まあ、これはラムダ、ラムダなのかこれって。ちょっとわかんないな。わからんから。まあ、地上にあるラムダ系のこういうのは全部取ったということか。それね、マップ的にも、もう今回、あ、ここを消しといて、回収、ハートもいい。ここら辺で見つけたハートは全部行ったかな？そして、だからこの桜マップで言う、いつも言う、この一番下のやつのマップの地域はこれで多分完了だと思います。そして残すは右の真ん中のゾーラの地域になるんだけど、ただね、ただちょっとおかしいなっていう話があって、今の段階、今日やる前の段階で、コルテンさんから話聞いてて、残り12って言われてたのね。で、前回か前々回かで、こっちの、あ、もうハートクラキシティや。ここ、8人目の英雄像行った時に迷い取るの忘れたんで、それを取りに行ったから、残り11個の段階で今日の実況を始めたんだよ。で、今日で1、2、3、4取ったじゃん。だから 11-4 で7残ってるんだけど、さすがにこっちで7ないでしょ。こっちだけで7残ってるか。ラネールもそれなりに見てる。あ、ここチェック入ってない。お、見つけた見つけた。なんかね、こうパッと見割と全部チェック入ってて、取り忘れてるのもなさそうでしょって思ってたけど、一個だけ見つけた。まあ、あとは、ここら辺が、もしかしたら何個かあるかも、ぐらいで。7はどうって思っちゃうんですけど、まあ、またここら辺の柱、光柱を探して、洞窟やって、まあ、数が合わない可能性もあると思うんだけど、まあ、その時はコルテンさんに話しかければ、どこら辺に迷いの匂いがするみたいのが言ってくれるんで、それを頼りに完璧に洞窟も制覇っていうね形に持っていきたいなと思っています。じゃあ終わろうかな。ちょっとこっちにもハート打ってんの気がついたんだけど、さっき多分カバンナさんだったかな。ちょっとローム山は覚えてないんだけど、こっちはカバンナさんかも。なのでちょっと編集して余ってたら行きますが、多分大丈夫だと思います。さあ、わざわざバイバイを言うためだけに、さっきの位置じゃね、安心してバイバイ言えなかったんで。あ、ちなみに、これ、あ、攻撃力アップなんだ。このシリーズって。そうなんだ。攻撃力結構あるね。攻撃力系統も。3種類あるもんね。ただまあ、強化した時に、
つくやつが違う可能性もあるけど。なるほど。はい、ということで終わりたいと思います。じゃあバイバーイ、またねー。